ピアノ五重奏曲編補調調作品44は、ロベルト・シューマンの代表的な室内楽作品である。多くのピアノ五重奏曲と同じように、ピアノと弦楽四重奏のために書かれている。この作品は、室内楽の年として知られる1842年の9月から10月に、かけてのわずか数週間のうちに作曲された。妻のクララ・シューマンに検定している。 ごく初期のピアノ四重奏曲を例外として、シューマンはそれまで室内楽作品を一曲も完成させていなかったが、突如としてこのジャンルに集中し、同年中に三曲の弦楽四重奏曲とピアノ四重奏曲を作曲している。初演は翌1843年に1月8日、ライプツヒにて行われた。クララ・シューマンがピアノを担当した。 日本初演は1907年12月14日、東京の総学堂にて、R.V. コイベル、A. ユンケル、H. ハイドリッヒ、コーダ・ノベ、H. ベルクマイスターによる。この作品は、典型的な四楽章の組み合わせで書かれている。アレグロビリランテ編補長長に、二拍子、そなた形式。力強く輝かしい第一主題と柔らかく優雅な、第二主題からなり。 二つの主題がいわめて、巧妙に扱われてゆく。インモード D、うなまる茶、うんぽこらる場面テハタン帳、2、二拍子。早々更新曲風の楽章である。スケルゾ、モルトビバーチャ変歩帳帳、六、八拍子。二つのトリオを持つ形で書いており、第一トリオの旋律は、第一楽章の第二主題との関連がある。アレグロマノントロッポ変歩帳帳、2、2拍子。 自由なそなた形式。月日において、修学賞の主題と第一学賞の主題が見事な二重風画で組み合わされている。シューマンの室内楽曲の中では演奏される機会は多く、人気も高い。ちなみにリストはこの曲を、シューマンの家で聴いているが、全く気に入らなかったらしく、あまりにライプチヒ的すぎると切り捨てている。この発言をきっかけに、シューマンは、 リストに対して距離を置くようになる。ありがとうございます。